北極海の海氷面積は昨年までは過去最低のレベルにまで減少し続けていましたが太陽活動が極小期を迎えている2020年に入ってから急速なペースで氷一のように海氷面積を拡大させています表のデータはアメリカの国立説氷データセンターの最新の北極海の海氷面積に関するデータで 2月14日の時点で過去11年のデータとの比較で最大となりました。図1、図2は、2019年9月と、今年2月との北極海の海氷面積と濃度の違いです。海氷の面積が、非常に速い速度で回復していることがわかりますが、面積だけではなく、海氷の厚さも増加していまして、北極海全体の氷量そのものが、 格段に復活してきていることがわかります。このように、早いペースで海氷が復活していることに関して、気象学者は、強い極渦の結果としています。極渦というのは、北極海上空の非常に冷たい旋風で、北米などに極端な寒波をもたらす原因にもなっている気象現象です。この極渦がどんどん強くなっているようなのです。 北極海の開票量は、毎年3月頃に、最大となりますので、今後も北極海の開票量はさらに増加すると見られ、おそらくは過去11年の記録を上回って推移すると思われます。この状態が、極図による一時的なものなのか、あるいは春以降も開票量が過去を上回って推移し続けるかは、今のところはわからないですが、ただ、 太陽活動の観点から考えますと、地球の氷の量は、今後も増加していく傾向が続くように思います。